風の吹くまま気の向くまま何を見るかは才能目次第。映画ファクトの看板しょって歩いてみせますキネマの天地。そう、奴の名はザ・シネマハスラThe Cinema Hustler. 時刻は、10時2分に向かっているところです。東京赤坂の TBS ラジオ第6スタジオから生放送でお送りしております、ライムスターたむろのウィークエンドシャッフル。改めましてこんばんは、パーソナリティの歌丸です。ここから夜11時までの1時間 TBS ラジオキーステーションに MRO 北陸放送をネットしつつお送りいたします。こっからの時間は毎週サイコロを振って見に行く映画を決め、今週の課題作品を見に、シネマート新宿に行ったら、同じシネマートでやっていたアミール・ナデリ監督、カットの監督アミール・ナデリ監督がエレベーターが開いたロビーにいきなりいてうろうろして、なんかビビるやら、あのすいません今日はカット見に来たんじゃないんですっていう申し訳ない気分になるやら型無差別映画評論コーナーザ・シネマハスラーの時間です。先週のサイコロで当てた映画はこちら、悲しき獣。とも面白いんでぜひ見に行ってくださいね。はい、チェイサーで注目を集めたナホンジン監督の第2作、借金返済のため韓国に密入国した、朝鮮系中国人が、ある殺人事件に関わったことで警察や殺し屋たちに追われることになる、主演はチェイサーでも主演を務めたハ・ジョンウとキム・ヨンソクということでございます。はい、ということでですね、もう悲しき獣を見たというリスナーの皆様から、メールをいただいているんですが、メッセージの量がですね、これがなんと多い、あのいつものシネマハスラーと比べても単純比較しても多いと、都内では単館上映、先ほど言いましたシネマと新宿でしかやっていないことを考えるとこれは相当多い方なんじゃないかと。まあ要はあね、僕がね先週もう皆さん罵り倒してね、アホかお前らはっていうね罵り倒してまでねやった回があるというもんですよね。はい、ありがとうございます。でですね、あのそのメッセージの傾向なんですが、まあ基本的には大好評、まあ私がねちょっとあんだけあぐまくっちゃってますからね、私がもう昨年の時点で2012年ナンバーワンなんてね言っちゃってね、言っていたんですが、でもあのその上げまくったハードルを楽々超えたという人も結構多かった、これは嬉しいことでございます。私は、ただそれと同時に、多くの人がですね、少なくない人が、ストーリーが分かりづらかった、キャラクターの掘り下げが薄いという指摘もしている、大絶賛の人はでもそんなの関係ねえと全体の勢いを評価、反面そこに乗れなかった人は最後まで盛り上がれなかったというご意見。あのね、もう前からねそのシネマランキングの時も言ってますけど、誰かが1位とかそれこそそのなんかそういうそれ級の騒いでるものって、あの乗れない人にはとことん乗れないものである可能性の方が高いよね、それはね、うんうん、すいませんね、だからアホかって言ってごめんねはい、まあでもその件についても後で言いますよ、あの分かりますから、あのなんていうの、良くなかったっていう人の意見も分かるんです。はい、じゃあちょっととりあえず褒め系からいきましょう。のりおさん20歳男性、まずこの映画を紹介してくれた歌丸師匠ありがとうございます。やばい、大傑作です。韓国映画史上ナンバーワン、ハリウッド映画にも引けを取らないところがどころか、ハリウッド映画に勝てる稀有な作品じゃないでしょうかと、というね、もう大絶賛しております。主人公の巻き込まれ方、アクション、緊張感、カメラワーク、どれも素晴らしいねみたいなね、カーチェイスも素晴らしいというね、はい、ナホンジン監督2作目とか鬼畜のような才能ですと、僕は人生ベスト級な傑作になりましたというね、はい、大ヒットしてほしいというね、今度はね若い方にそういう影響を与えられるようなものを、なんか見るきっかけになったなら僕はこれは本当に嬉しい限りです。はい、行きましょう。アンディさん、新宿区在住30代男性、私には今一つ乗れない映画でした。欠点として例えばご都合主義、なリアリティのなさ、終盤で明かされる真相が取ってつけたようで陳腐、話が分かりやすにくく真相が明らかになってもなお辻褄が合わない点も少なくない等の、書店は多くの方が指摘するところだと思います。特に私がこの映画に最終的に乗れなかった一番大きな原因は主要登場人物の行動の動機が早い段階で見えなくなることですと、この映画ではそれぞれの勢力にとっての目指す着地点や目的がよく分からなくなってからの話が長すぎます。言い換えれば観客にとって
お話がどうでもよくなるタイミングが早すぎ、その後激しいシーンが連続してもややしらけた気持ちで見続けることになったように思いますと、後半長いという不満は前作のそのチェイサー、日本人監督チェイサーにも感じましたので、単純に私はこの監督の語り口と相性が悪いのかなとも思っています。サービス精神満点だなとは思うのですが、というアンディさんのご意見。はい、あのこういうアンディさんのご意見と重なるような方本当に多かったです。はい、あとですね、まあ、ラジオネーム久野おばさん、これは褒めの感じですね。はい、ありがとうございます。あの僕を褒めていただくのも嬉しいですし、あのとにかくあの見に行っていただいたというのはね、あの嬉しいことでございます。あの皆さんメールいただいた方本当にありがとうございます。全部目通してますよ。目通しながらね、ちくしょうとかくそとか言いながらっていうね。でもそれもまた楽しいじゃないの。はい、ということでね、あのまあ僕ね、あの先ほど言いましたけど、もう昨年の時点で、あの昨年の12月に試写でちょっといち早く見させていただいて、今週シネマートでまた見たと。でも昨年も見た時点で、ね、シネマランキングの時にですね、その後の放課後ポッドキャストでね、2012年ベストっていうね、気の早すぎる発言、大騒ぎぶり、ね、あの放送作家古川剛さんがね、来年つまんねえよっていうね、のをいただきましたけどね。で、まあ、映画秘宝、今出てる映画秘宝、雑誌映画秘宝の、まあ、ベスト企画では、あれは公開年の縛りとかがないので、まあ、シネマハッセラーで扱った映画を抜いてのベストということで、もう入れさせていただきました。1位でというね。まあ、そのくらい僕はもうね、悲しき獣に関してはもう要はアドレナリンが吹き出しまくってるわけですよ。もうね、ブシューって見終わった後に、はい、ね、なのでぶっちゃけまだその見てないという皆さんには本当に予備知識なしで、とにかく見てほしいと思うんですね。っていうのは、最初に映画が始まった時点で思ってなかったところに連れてかれるというのが、この映画の醍醐味だというふうに思いますので、できればあんまり今日これから言う話聞かないでっていうね、言ってみてください。で、当然合わないっていう人も相当、いるとは思います。はい、その理由ちょっとこれから言いますけどね。でもね、合わなかった、歌丸がそんだけ言ってるけど俺はつまんなかったなっていう人もこれ言って損はないと思うんです。なぜなら、これから先僕の言うことを聞かないで済むっていうね、時短になります。はい、僕とその根本的なところでひょっとしたら相入れないのかもしれないというのを分かりながら聞けますからね。そういう意味では時短になります。逆にだから言った方が時短になるから言った方がいいんじゃない？はい、ということで、ですね、分かるんです。合わないという、まあもちろん例えば暴力描写がもともと苦手とかそういうんじゃなくて、そういう根本的な部分じゃなくて、僕も2012年度1位とかこうやって騒いでますけど、アドレナリン噴出とか騒いでますけど、別に僕もこれ完璧な映画だっていうふうには全く思ってないです。完成度が高いというタイプの映画だとは全く思ってないです。はい、むしろ非常にいびつな、むしろおかしなところとかツッコミどころ結構ある映画だというふうに思ってもいますと。でね、まずその決してこの完璧な映画ではないですよそれはっていうのを端的に示す事実として、そもそも今日本でやってる、今この上映されてるバージョンは最初に韓国で公開されたバージョンより16分カットされたバージョンなんですね。はい、ただしこの16分カットされたバージョンっていうのは、日本人監督自身が手を入れたディレクターズカットバージョン、つまりその誰か他の人の事情で不本意なバージョンではない。でしかもディレクターズカットバージョンって普通は長くなりますよね。監督がね、これは切りたくなかったっていうのを入れて、でまあ少なくないパターンとしても、なんかダラダラ長くなって元より良くないっていうパターン結構多いと思うんですけど、ディレクターズカットこちら逆に短くなっていると。でですね、僕その最初にその16分バージョン、カットされてるバージョンだってことを知らずに僕試写で見てたんです。でもその試写で見た時でさえ、見終わった後にあれと、これひょっとしてカットしてないどっか、何かちょっと重要なとこが欠けてるとしか思えない、要はそのちょっと筋が繋がらないところがちょっとあるんだけどっていうふうに思って、で、まあ、その映画会社の人に聞いたり、まあ、実際調べてみたら、なるほど案の定、まあ、そういう、16分カットされたバージョンだったと。でですね、この元々韓国で公開された長いバージョン、16分長いバージョンっていうのは僕は残念ながらちょっと見れてないんですけど、実はですね、インターネット上のサイトで、ワイルドグラウンズっていうサイト、これまあ英語のサイトですけど、ワイルドグラウンズっていうサイトがあって、ここでなんとこの韓国バージョンと、まあ、ディレクターズカットバージョン、今日本で公開されて、まあ、世界バージョンですね、ディレクターズカットバージョンの両者がカットごとに場所によっては動画付きで比較されてるんですよ。
これすごいですよ。ほぼ完璧に、完璧に比較されてるんですね。はい、これぜひ皆さん、あの、ワイルドグラウンズというね、英語サイト、見ていただきたいんですけど、でですね、まあ、どういう違いがあるかっていうと、まあ、例えばカットによっては別のテイクが使われてたりとか、はい。あとは、まあ、あの、シーンごと丸ごとカットされてるってところももちろんありますし、あとは、カットとかシーンの長さが、あの、カットやシーンそのものは同じなんだけど、短くなっているっていうようなのもあると。はい。まあ、具体的にどういう風になってるかっていうのは、ぜひちょっとそのサイトを見てみていただきたい。本当に素晴らしい資料なんで、ワイルドグラウンズ見ていただきたいと思うんですが、多分あの、インターネットムービーデータベースからも飛べたりすると思うんですけど、はい。でですね、あの、あとは逆に足されてるカットもあったりするんですね。例えば、あの、森の中をね、グナム、主人公グナムが逃げ切った後にゴローンと転がって、パッと足を見ると靴が破けてるっていう、あのカットなんかは、あの、ディレクターズカット版で足されていたりとか、他もね、結構ね、あ、ここは結構確かに大事なんじゃないっていうカットが足されてたりとかね、します。あとね、セックスシーンが長く荒くなっているっていうね、荒くて荒っぽくなっているっていうね、こともね、カットしましたよ。とにかくですね、あの、ざっくりなんかシーンごと落としましたとか、ざっくりこことここを差し引きしましたっていうんじゃなくて、非常に手がかかった再編集版です、この16分バージョンっていうのは。で、いずれにせよですね、実際にその両方見た人っていうの感想なども聞くと、現在のその日本で見れるディレクターズカット版の方が断然タイトで良くなってるっていうことみたいなんですね。はい。で、監督自身も、本人も当然こっちが自信作ということみたいです。はい。なので、でもまあ、ね、まあ、で、ちなみにその韓国長いバージョン公開されて、韓国はちょっと今回は興行成績あんまり良くなかったみたいな話もちらっと聞かないでもないんですけど、でね、まあいいよ、その良くなってるバージョンだっていうのはまあいいんだけど、結果としてね、ちょっとね、意味不明なところはさっき言ったみたいに、僕最初に調べてみたりしたんで、これ絶対なんか重要な場面がカットされてるよねってはっきり分かっちゃったぐらい、意味不明なところが残っちゃったりもしてるんですね。例えば具体的にはですね、まあ後ほどいろんなストーリーね、の追った話はしますけど、ミョン社長というね、キムユンソクさんが演じるね、まあ強烈なキャラクターがいますけど、ミョン社長というキャラクターが、見た人なら分かると思いますけど、途中で、そうか、ガバッとベッドから起き上がって、そうか、俺としたことがあることに気づいた。で、キム社長というですね、まあ韓国人側の、まあ、ギャングのボス的な人に連絡しろっていうような場面がある。でも、今回の16分、カットされたバージョンだと、ディレクターズカットバージョンだと、その後すぐ、このキム社長側からの襲撃のシーンになっちゃうので、その結局そのミョン社長が何に気づいたって言ってるのかが全く意味をなさないシーンになっちゃってると。で、これさっき言った、ワイルドグラウンズというサイトで確認すると、元バージョンで見ると、この後にちゃんと、そのミョン社長とキム社長同士の会合シーンがちゃんとあるんです。はい。で、しかもそこで、ミョン社長が、いやー、よくよく考えてみたらこういうことじゃねっていう、ある、その、なんていうか取引の提案をするところがあるんですね。で、それを入れると確かになるほど筋は通るんですよ。はい。ただ通るんだけど、緊迫感とかスピード感っていうのが確実に削がれちゃうんですよね。そこでそんな説明をしちゃってると。なので僕個人的にはやっぱここはなくていいな、良かったなというふうに思います。正解だというふうに思います。ただし、だったらさっきのミュン社長がそうかって気づくとこ自体いらなくねっていう感じは否めないわけですよ。つまり、要は今回のそのディレクターズカットバージョンとされているバージョンもなんかまだ、こう、なんていうかな、未完成感っていうのかな、ちょっとまだ荒削り感が残ってるんですね。で、ことほどさようにですね、特にその終盤が近づくにつれて、ちょっとこう、いくらなんでも話をこねくり回しすぎなんじゃないかとか、で、それをテンポ、スピード感を優先させて、語っていった結果、結果として話としてもっと謎が増えちゃってんじゃねえかとか、というところは確かにあります。もうこれはもう僕はもう見た時にもそれは思いました。最初に見た時も。でもね、それすらも、ひたすらその持続するそのまあ緊迫感、圧倒的な緊迫感、テンションの中では、要はその、なんだかどんどんよくわかんない事態に巻き込まれていくっていう感じが、いいですか？この言い方させてください。ノワール的には OK! っていうね、ノワールジャンルね、フィルムノワールと呼ばれるのは、まあこれは要するに韓国ノワールと呼ばれるのはジャンル。ノワールというジャンル的には OK! と、乱暴に肯定したくもなってしまう。それくらい僕は本質の部分、つまりさっき言ったような、おかしなところ、突っ込みどころ、未完成と思われるところ、いっぱいあるんだけど、本質のところが、とてつもなく揺るぎもなくすげえ映画だと僕は思うんですね。なので、
もうこれはちょっともう評価せざるを得ないというふうに、もう欠点があるけど、もうそんなの、そんなとこはどうでもいいぐらい本質がすげえと思っちゃった。監督脚本のナホンジンさん、まあ言うまでもなくと言うべきでしょうかね。前作チェイサー、2008年の作品、日本では2009年に公開かな。チェイサーというのをまあ作った人だと。でね、何チェイサーを見ていないだとというね、ことですよね。とっととどっかに借りるか買いに行かんかボケというぐらい、あの、どうかぐらい、今や、もうチェイサーはその韓国、この手の韓国ノワール映画というかですね、韓国バイオレンス映画の中ではもうクラシック化してるようなもう傑作ですよ、はっきり言って。はい。ちなみにおすすめは、あの、セル DVD の方の初回限定2枚組です。なぜかというと、はい、チェイサーでこの劇場用映画デビューを果たす、このナホンジン監督が果たすきっかけとなったと言われる、汗っていう5分間の、これまた強烈な短編がそれ2枚組だと入ってますんで、ぜひね、5分かな、もうちょっとあるかな、あの、汗っていう短編が入ってるんで、あの、強烈ですから、これも。ぜひちょっとね、それも入ってるんで、ちょっと、まあ、何にせよそのチェイサー見なさいよと。で、あっちもね、そのチェイサーもさっき僕言いましたね、悲しき獣も、物語が始まった時点、で中盤そして終わりで全く予想もしてなかったところにそれぞれ連れてかれるっていうのが結構醍醐味っていうような作品だとも思うので、あんまりチェイサーに関しても多くは語りたくはないんだけど、まあのシリアルキラーものとしても超フレッシュな境地を開いたとは言っておこうっていう感じですかね。はい。で悲しき獣とね、そのチェイサー悲しき獣って順番で見ると、いやー役者ってすげえなーって感動することも必至だと思います。つまりあっちをこうやって演じてたあいつが今度こんな役って、こういう驚きもありますんでね、とにかくチェイサー見てください。で、まあ、そのチェイサーが1作目で、今度のがまだ2作目だよっていう、ナホンジンどんだけっていうね、どんだけってこういう時に使う言葉ですよね。と思う感じなんですよ。で、まあ、それくらいそのチェイサーがもうすでにあんだけすごかったのに、もっとスケールアップしてすげえのかよって感じがすると、はい、という感じでございます。でこっから先僕結構まあ割と具体的なことも含めて結構話しますので、さっきも言ったように、あの、何も知らずに、あのね、そのね、何も知らないままある状況に、むちゃくちゃな状況に放り込まれて、もう首根っこつかまれて右往左往する、そのパニック状態こそが醍醐味なので、うん、本当あなたもグラムになれるっていうね、うん、なのでちょっともし行く気がある人はもうそろそろ、どうですか、どうですか、そろそろどうですかみたいな感じ。はい。全体がですね4つのパートに分かれてまして、まあ、タイトルがそれぞれ1章、タクシー運転手、2章殺人者、3章朝鮮族、4章、黄色い海と書いて航海、これは要するに現代でもありますね、黄色い海と書いて航海、この航海というのは要は、中国大陸と朝鮮半島の間にある海で、まあ、要はその中国から朝鮮にこう、まあ、不法にこう渡ってくるときに渡る海でもあり、同時に、まあ、この人間同士の間に横たわる暗く深い溝っていうのをまあ象徴してもいる、まあ、口で言うとね安っぽく聞こえちゃうかもしれないけど、まあ、でもそういうようなものですよ。でまあ、パート3、この朝鮮族ってパート3だけが45分ぐらい、ちょっと長くて、他はきっちりだいたい30分ぐらいずつっていう感じです。なので僕はこれ結構見やすい構成だなと思ってます。この4章構成がないともっとちょっと見づらくなってたかなというふうに思ったりするんですけど、で、まずその第1章、タクシー運転手と題された章で、まあ主人公の境遇で、まあ要は第2幕的なところね、話が本格的に転がり出すまでに至る、設定が説明されると。まあ中国に暮らす朝鮮族っていうのがで、でその自治州っていうのがあって、僕はこの映画見るまではほとんど意識したことも知らなかったですね。はい。あ、こんなんがあんだと。でその自治州、そのね、朝鮮族の自治州っていう、まあそのなんていうんですかね、決してまあ飛んでいるとは言い難い、まあ貧しい地方都市のなんていうか、その灰色にこう濁って汚れた感じみたいな、ちょっとね、埃っぽいとこもとかも含めて、その街の空気感みたいなのが、ちょうどやっぱりそのチェイサーの序盤にも通じるような、非常にですね、思い切りのいいジャンプカット、ポンポンポンとこう飛ばして繋いでいく、非常に思い切りのいいジャンプカットの連続で、その街の空気感みたいなのをポンポンポンと切り取っていく。こういうのは本当、ナホンジンうまいなと思いますね。で、まあタクシー運転手をこう細々と営む主人公、グナムというのがいると。で、そのグナムというのを演じるのは、なんとチェイサーで、あいつ、よりによってあいつを演じていたハ・ジョングさん。もう全然違う人にしか見えないもんね。もう役者すごいですよね。でね、もうこの作品僕はすごい、何がね、こういう映画好きだなって思うのはですね、主人公のこのグナムさんが
多分一番セリフが少ないんですよ、うんうん、つまり言葉で説明するっていう部分が全くメインじゃないわけですね。いろいろ後々その謎解き部分でセリフで明かされる部分っていうのがあるけど、この映画の核の部分は全くセリフじゃない部分ですから、全てはもうそういうアクションとか目線とか表情とかで示されていくっていうね、そこは本当素晴らしいと思います。でね、まあそのチェイサーとは全くの時とは全く違った佇まいですよ、このね、グナムさん演じるハ・ジョンさん。まあどこか言ってみればその小動物的なんですね。小動物的、要は弱肉強食の世界で言えば、まあいかにも追われて食われる側善とした、まあ言ってみればちょっとこう受け身な佇まいなんですよね。物事に対してちょっと受け身な佇まいなんだけど、同時にものすごいこう強靭なこう生命力とゆえの意志の強さみたいなのも感じさせる、こいつ要するにキュウソ猫を噛むじゃないけど、こいつを追い詰めるとこまで追い詰めたらちょっと怖いかもぐらいの感じはちょっとこうあるわけですよ。はい。でもうその目つきとか顔つきがですね、そういうさっき言ったその小動物を思わせるちょっと受け身なキャラクターなんだけど強さも感じさせる、その目つき顔つきが言ってみればこのジェットコースターみたいな物語ですよ。もう二転三転して、もうこっち行ってこっち行って、首根っこつかまれて、もう右行ったり左行ったりさせるようなこの物語の、言ってみればですね、その乗り手として、このジェットコースターの乗り手として本当にふさわしいわけですよ。あれあれあれ、俺どこ連れてかれんのっていう。はい。でですね、まあその彼、そのグナムさんがですね、まあ困窮と、まあ困窮つってもてめえが悪いんですよ、ギャンブル癖もあって、まあ困窮状態っていうのと、韓国にまあその出稼ぎに行った妻で、まあ音信不通になってしまった妻っていうのを探すために、でもっと言えばですよ、要するに彼は自分の中のまあちょっと弱さですよね、例えば嫉妬心であるとか、うん、イライラであるとか、に勝てずという、まあでもそれをもっとトータルで見たら、やっぱりその、朝鮮族が中国で置かれているそのまあ貧しい状況であるとか、もっと状況のっていうのが大元にあるにしても、彼個人の中のやっぱり弱さの部分っていうのがあるために、まあうっかりって言っていいと思うんだけど、うっかり殺しのバイトを引き受けてしまう。この発端からしてもとてもノワール的ですよね。つまり全てはまあ自分の主人公のであったり人間の弱さゆえにどんどん、その変なところに入っていっちゃって、自分が思っても見なかった世界の深淵に触れてしまうというね、これまさにノワールだと思いますけどね。で、でその話を持ってくるのが、はい、まあ、その朝鮮族のその自治州、ヨンギルっていうのを、まあ、なんか仕切ってるっぽいミョン社長というねのが出てくる。これチェイサーでは主役だったキム・ユンソクさんが、もうね、また何度も言いますけど、こんな感じっていうキム・ユンソクさんが出てきて、でもその最初第一章の時点ではこのねミョン社長もまあヤクザっぽいはヤクザっぽいけど、そんなに根本的に人が丸そうには見えないわけですよ。別に人良さそうなおっさんじゃんぐらいに見えるんですよね。なんだけどこの人ですね、表ビジネスとして犬の売買業者をやってるのね。まあ食用なのかなあれはね、食用なのか、ではい、その犬の売買とかその生き物の売買を表の仕事としてやっているって時点でですね、はい、我々としてはどうしてもですね、冷たい熱帯魚のデンデン、およびまあその元になった事件のことをどうしても、想起してしまうというのはあると思いますね。はい。でですね、まあ今デンデンとかね、冷たい熱帯魚のデンデンとか元になった事件って言いましたけど、はっきりまあそれぐらい、まあこの人が第三部の朝鮮族というショーでですね、まあ言っちゃえば映画史上に残る、大暴れを見せますね。はい、この今の大暴れはユーザロックのブラックマンデーという曲の中の、DJ パトの、感じです。大暴れ。はい、ということで、まあとにかく主人公グナムがまあ単身もやむね、まあねそういうのに受け負っちゃって、もちろん違法なルートで、つまり黄海を渡って韓国に向かうと。この黄海を渡る過程でのね、その非人間的な世界、彼が目の当たりしてしまう非人間的な世界、もっと言えばよるべない世界はよるべないっていう感じが、まあ、エンディングにもつながっていくというね、ここも本当にいいと思うんですけど、はい。でまあその韓国に今着きましたと。そうするとまずその中国へ帰る船が出る日っていう明確なタイムリミットがある。でその日までにきっちりターゲットを殺して、その親指を証拠として持ち帰らなければ、ミュン社長が家族をひどいことにしちゃうかもという、まあ、そのミッションっていうね、こういう、タイムリミットがあるミッションというのがある。でしかもそこはまあ、言葉は一応通じるけど頼れる者とて一人もいない。彼にとっては、まあ、彼にとっては完全な異国での孤立無援な状態なわけですという、状態の中、少しずつ、まあ、服をちょっとね揃えたり、まあ、要はサブ
寒っって、ちゃんとあったかい服揃えたりとか、まあ、計画を立てていったり、殺しの計画を立てていったりというのがだんだんこう積み重なっていく。まあ、これどうしたって盛り上がっていくところですよ、これね。はい。ちなみにですね、まあ、国境で引き裂かれたその朝鮮人家族の、まあ、引くも地獄、進むも地獄な過酷な運命を描いたドラマっていう点ではですね、まあ、あれは北朝鮮に住む親子の話でしたけど、韓国映画でクロッシングというちょっと前の映画がありました。クロッシングなんかもちょっと連想したりとか、あとですね、ノワールっていう意味で消息を絶った、まあ、愛する女を、探して異国にやってきてはもののという、ちょっと地味めな男の話って意味では、こちら香港ノワールですけど、イートンシン監督、ジャッキーチェン主演の日本が舞台の新宿インシデントも僕ちょっと思い出しましたね。はい。あの時のジャッキーの佇まいもちょっとああいう感じなんですよね。ちょっと受け身な男っていうか、はい。だったりするので、新宿インシデントなんかもちょっと思い出したりしましたけど、はい。でですね、まあ、主人公グナムがね、その悲しき獣においてグナムが、単身ソウルで、まあ、奥さん探しをしながら殺しのプランを少しずつ固めていくという、まあ、第二章の殺人者。この殺人者第二章の前半までは、まあ、割とこんな感じの、地味めな社会派サスペンスみたいな感じなのかなと思って、まあ見てるわけですよ。はい。ね。で、プラス、まあこれは前編にわたってなんですけど、要は結構緊迫したシーンでも挟み込まれるものなんです、要素なんですけど、時々、ちょっと笑っちゃうような、まあさりげなくもユーモラスな、ちょっとこう、おまぬけな描写みたいなのが挟み込まれたりも、でもそれがちょっとすごい人間臭かったりするっていうのが挟み込まれて、例えば、まあずっとターゲットをこう見張っている、どうやって殺そうかなってこう見張っているグナムが、もうサーブッと、わあ、もう我慢できないっつって、角のコンビニで、しかもその見張ってるビルの斜め向かいなのよ。でもね、皆さん、このビルの斜め向かいって言いましたが、今簡単に言いましたけど、前作のチェイサーもそうですけど、ナホンジン監督は、建物と道の位置関係とかを使うのがすごくうまいですよね、やっぱりね。それをすごく、今回も、ビルが向かい合ってて、あそこにコンビニがあってて、僕らもう今完全に把握してるでしょ、見た人なら。斜め向かいのコンビニに、カップラーメン食べに行くと。で、ズルルってカップラーメンをかき込んでると、隣の男がね、ソーセージ食ってる。で、そのソーセージ見、こう見てるところでパッと次のカット変わると、もうソーセージ食ってる。このね、省略の仕方もすごい日本人っぽい、こう、テンポの良さですし、まぁ、ちょっと、プッとしちゃうような、要するに人間臭いなっていう風土描写。風土描写って意味では、まあ、例えば、奥さん探している時にね、ちくわ食ってたりとかね、全体にね、風土描写。この作品全体が、食べるっていう描写がそのまま、他のキャラもそうなんですけど、食べるっていう描写がそのままキャラ描写につながってるんですよ。こういう食べ方を、これいうものをこういう食べ方をするやつだからこうだっていう。これは風土描写として非常に要するに人物描写として秀逸だってことですよね。言葉じゃなく表現してるわけですよ。はい。でですね、まあ、例えば今、ソーセージ食ってる。ね、表出てきました。すると、その間にターゲットを乗せた車がやってきてっていう風に、描写と描写の間の流れが無駄がないスムースで、っていうのがやっぱナホンジうまいなというあたりだと思ったりします。でですね、まあそのあたりでもありますけど、例えば殺しのチャンスを調べる過程で、時間をブツブツ言うところがですね、20分、30分、ちょっと日本人語とも響きが近いからなんかいいんですよね。20分、30分ってね、メモメモってね。なんかちまちました計画立てる感じもすごいいいし、もちろん、殺人計画、自動で点灯消灯するライトを使った計画を立てる。で、フラッシュフォワード、要するに、未来を想像するというところで、こう殺人計画を一旦そこで見せるというね、この見せ方もうまいですし、そこで図らずもターゲット本人、つまり殺すべき相手本人と直接鉢合わせしてしまって、で、そしたらなんか優しくしてもらっちゃったみたいな、展開があったりとかも、非常にサスペンスとしての盛り上げ方がやっぱ丁寧ですね、非常にね。でそのじゃあいざ、よし、じゃあもう計画整ったと。いざ、殺人を決行するぞと、意を決した。その瞬間から、思わぬ事態が始まり出すじゃないですか。ねえ。で、観客もそのグナムと一緒にその思わぬ事態が始まったことで、どうしようもう一緒ですよね。一緒にパニック状態。とりあえずでも行ってみるしかねえよな、つって。で、行ってみると、いやみたいになって。で、もうわやくちゃなことになったあげく、そうだ。親指みたいな。この、親指のところでちょっとやっぱ思わずぶっと笑っちゃう。こういう緊張と視感がすごくうまいんですよ。その、緊迫した中にユーモアが挟み込まれることで緊迫感がそがれるどころか、次のまた緊迫感へのそのむしろ引き伸ばしになってたりする。これすごくやっぱ巧みなところですよね。親指なんてやって。まあ、とにかくそのグナムとシンクロしたパニック状態に観客も叩き込まれるわけですね。で、わーって、親指切ったと思ったらサイレンが聞こえて。で、わっと下を見ると、
ていうあたりからもう怒涛のノンストップ展開が始まるわけですよ。でね、こっから文字通りその映画がですよ、もうもちろん登場人物もですけど映画全体が走り出すわけですよね。映画が走り出す瞬間っていうのがあるわけですよ。例えばそのアポカリプトで言うと、マヤ側のあの傭兵のボスがね、大事な息子を殺された、殺す息子を見取った、ふっと立ち上がって歩きながら、ま、仲間たちから武器をパッパッと歩きながら手を取った、その歩みがだんだん速くなってザーッと全力疾走になって、どんどこどこどこどんどこどこど、映画が走り出す瞬間、あるいは何でもいいですよ、ザグラー25時で娘がさらわれた、お父さんが見てバーッと走り出す、その瞬間から映画が走り出す、その瞬間、俺はこういう瞬間を見に映画を見てるんだと、映画が走り出す、もうエクスタシーですよ。ビカ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 なってますよ。僕はもう本当にこういう時に、ああ映画を見てて本当に幸せだって思う瞬間ですね。で、まあとにかくそこから始まる、ね、怒涛の逃走劇、ここまで本当に絶体絶命な逃走劇は僕はアポカリプト以来です。やっぱそれこそ本当に、でしかもそれが状況が2点3点しながらね、つまりアクションサスペンスとしての見せ方も2点3点しながら異常なテンションでずっと持続していくわけですよね。例えばその後ですね、まあ、グナムが、まあ、途中田舎道でバス止められて警察に追い込まれて森の中に逃げ込む、でボロボロになりながらで本当にメソメソ泣きながら、森の中をサバイバルしていくっていう様は、去年ね、上映されましたイエジー・スコリモフスキーのエッセンシャルキリングにちょうど放出させたりするね、なんかこう生きるってもう痛いしもうみたいな感じとかね、とかですね、あとはまあ大罪の終盤のもう6段階ぐらいある大逃走劇なんかはもう本当にもう圧巻ですね。ね、悪徳違法入国ブローカーからまず逃げるからの、さらに大量のミョン社長の追っ手が来た、でまたこっちの方向に逃げるからの、船の中でももうね大量に刃物振り回し乱闘からの、船外脱出からの、ミュー社長すかさず斧投げる、危ないからの、トラック盗んでわーっと逃げられたからの、横転かからの、あーすぐそばの車盗んでバーッと走り出すからの、スーパーハイテンションカーチェイスっていうね、もうね疲れましたよ。もう見ながら僕あんまり体に力が入りすぎて、もう終わっ、この一連の6段階ぐらいの逃走劇終わったってもうグターってしちゃいましたけど、はい、例えばこのカーチェイスシーンがねすごく見づらいっていうような声もあるようですけど、ここはその要は要するにさっきから言ってるグナムの完全にパニック状態のカーチェイスだから、僕はこれでいいんだと思いますけどね。要はグナムは別に車をうまくコントロールできる人ってわけじゃないんだから、分かりづらくていいんだと僕はここ思うんですけどね。あとはここの要するに6段階も続く逃走劇っていうのが単なるアクションのためのアクションである以上に、何よりこのしつこさ自体がグナムのその性への執着っていうもの、そのミョンのその闘争本能と俺の性への執着、どっちが勝つかっていうね、そういう戦いでもある、そのテーマの本質でもあるというね。ということで、まあ、まずはもう何といってもこの圧倒的テンションが持続したまま2点3点していく闘争アクションとしてもう本当にすげえじゃん、誰がどう見てもっていうさことなんですよ。でもちろんその多くの人がやられてしまうであろうね、さっき言いましたそのミョン社長キャラのもう第3章でもう弾けっぷりね、大陸的なその何にも構わなさというか現象的な生命力、本能自体の強さみたいなものになんかちょっと恐怖する感覚、俺たちと感覚が違う奴らが来たっていう感覚は、それは特にその韓国がギャングでもあるキム社長サイドに顕著に描かれている。ちなみにそのキム社長サイドはそこまではちゃんと怖い人に描かれているわけです。そこもすごくいいわけです。結構怖い人だったのにもう手もなくっていうね。で、そのなんかその大陸的なそのスケールが違うやつが来た感、俺たちと違う例えば人生観生命観を持ったやつらが来た感っていうのに対する恐怖感みたいのはもちろん日本人である我々もすごく共有しやすい感覚だと思います、ということですね。でもうここではもう暴力の基準っていうのが従来のあれはもう基準は通用しないわけです。もうナイフ刺されたぐらいはもう何でもない程度ですよね。あとはそのね、多くの人が印象に残ったところでしょうけど、まあ牛骨をね、はい、もうあれこそ原始人ってことですよね。原始人感を強調しているということでですね、まあさっきから言ってるように圧倒的なアクションと暴力のそのまあフレッシュな見せ方をしているというだけで僕はもう十分偉いというふうに思うんですけど、多くの人がね話が非常に混乱して分かりづらくなっちゃった、でなんとなくその長く感じられてくる第4章、その後悔という部分もこれは実は物語の謎解き部分
としてはそれはうまく機能していないかもしれないけど、さっき言ったようにそのノワール的なスッキリしない、どんどんスッキリしないところに行く、部分として僕はいいと思う。つまりそのノワール感、むしろプラスなぐらいだと思ってます。これどういうことかというと、要するに大きく言えばこの話全体が利用するものとされるものの物語なわけですよね。でそのグナムはその自分の弱さゆえにまあ言ってみれば人を殺して、金を取るという人を、まあ自分よりその、弱いものを利用するつもりがやっぱり利用される側として利用され尽くしかけてると、という主人公がもう全てを失った時に自分を利用したものを突き止めていくということで、せめて死に際男としてけじめをつけようとする話ってことですよね。ものすごいノワールっぽいと思う。だからやっぱりだんだんダウナーになってくエンディングっていうのは、僕はこれは本当に正しいと思ってます。だから猛烈にダウナーなエンディングなんだけど、グナムはケリをつけた。エンディングはどっかすがすがしいというふうに僕は思ったりしますね。あとはね、あそこ打足だよねっていう人が多いエンドクレジット後のある人落ちがありますよね。あそこ打足だっていう人が多いな、僕は分かります。確かにそうかもしんない。でも僕はここは理屈としてどうこうよりも、アラン・ムーアのフロム・ヘルのエンディングと似たような作り手のギリの優しさっていうか、みたいな感じで、僕はどうしてもここも嫌いになれませんという感じです。でね、まあ僕はね、もうはい分かった通りですね、僕はもうこの映画を愛してしまっているので、1位みたいになっちゃってますけどね、まあはっきり言って逆に他の皆さんそこまでテンションが上がんないっていうね人がいてもしょうがないとは思うんですけど、ただまあそのいびつなところがある、ツッコミどころがあるっていうのは認めた上で、まあさっき言ったように圧倒的にここはすごいじゃんっていうところがもうガシッと詰まってる作品なのはもう疑いようがないと思うんですよ。あとちょっとその言及する時間がなかったですけど、主役の2人とか以外にも役者さんみんなセリフがないような役に至るまで全て良かった。これね、キャラクターの掘り下げがね少ないなんて言ってる人、面を見ればわかる面見ればわかるようになってんだよ、というくらいね、本当にそういうところも良かったですし、とにかくこれだけは間違いないと思います。とんでもなくパワフルな映画です。こんなんなかなか見れないですから、1位、あなたにとっての1位かどうか分かりませんけど、見といた方がいいのは間違いないですから、悲しき獣絶対のおすすめです。はい。